はや。どうする今日。どうしよう。何する？言いたいことがあるなら教えてください。ない。もうない。そっか。じゃあ解散。まだ今日長いよ。僕好きなことしていいんだよ。そうだよ、ファンもしていいよ別に。二人でやることも欲しいね。そう、マジでない。暇。一緒にやることがない。仕事以外の日、暇。一人行動ならね、まだあるんだけどね。一回さ、一人時間過ごしてみようってしたらさ、それしかできなくなっちゃったね。二人でやることが、なんか思いつかなくなっちゃったんだよね。ね、どうしよう。どうしましょう。ならないですね。二人とも暇してるとカホはDIY 始めちゃうし、そう僕筋トレ行っちゃうし、今日もそれでいっか。でもやばいじゃないそろそろ新婚なのにつまんないね。そうだよ、つまらなくなってきて、最近休みの日つまんない。一人でいるのが楽しい。もう DIY してんじゃん。そうじゃないってば。今やめようっていう話だったんじゃないの？どうやってつくんだろう。僕が一瞬目離した隙に設計図組み立てんだからやめてよ。何作ろうとしてんの？ベッドサイドテーブルを。すごいもん作ろうとしてるね。見てんの。どっか行く？なんかどっか行きたいとこないかを見てるわけ。なんかでっかい公園とか行く？でっかい公園行く？そうしよっかじゃあ。それかなんか川でも行く？あ、川いいじゃん。川沿いでなんかキャッチボールでも。そうしよっかじゃあ。どっか行こうとして、でも別にやることないか。うん、って言ってやめて、それで1時間経ってみたいなさ、こと多いよね。はい。おー、ふるさと納税が届いた。だってなんて初めて頼んだね。え？おー！なんだこのサイズ。え？でっか。思ってた？思ってない。なんだこのサイズ。こんなにあるよ。親指の直径ぐらい。うん、北海道行きてー。北海道行きてー。結局釣り行けたらいいのね。どうすることになった？え、川沿いにキャッチボールしに行くことになった。もうそれしかないと思って。血迷ってるよね。ね、いいな。まあ、やってみるか。なんかどっか適当にカフェでか、なんかランチしよう。ご飯食べて。うん、ぼっとしたたらいいんじゃない。そうしよう。外でぼっとするのと家の中でぼっとするのは違うから。違うからね。家の中にいたらどうせかは DIY するんだから。そうそれでもいいんだけどさ。それでいいやね。ね、じゃあお金使わないよ。節約じゃん。ね、オーブン入れてた。ありそう。ここ。すご。豪邸じゃん。豪邸の下にカフェあるんだ。すいません、ちらはカフェだけ。させていただいて。そうしましょうか。
さあ今日の目的の川に来たよ。目的叶えちゃった。叶えられた。久しぶりに目的叶えられたよ。そうだね。大体やめるかってなっちゃうから最近は。大体家にいるからね。そう。おー、天気悪い。想像とちょっと違ったね。もうちょっとなんか青空、緑、川っていう予定だったね。ね、なんか不思議だわ。何か最近、うん、Kindle で読んでた本の舞台がこの辺りだったから、あ、ここかってなってる。聖地巡礼してる。聖地巡礼。遊んでいいところはどこだろう。ね、あっちに神降臨してるね。ね、何この広い場所。何これ、回す限り緑。ね、気持ちいい。どこが入っていいとこか分かんない。ね、うかつに歩けないよね。キャッチボールできる場所を探して。もう30分ぐらい歩いてる。していいのかもね、この辺。これダメでしょ、ここは。以上で。やけに芝が綺麗だもん、ここ。あの、実力見せてあげなきゃ。そうね。1年ぶりぐらいだね、キャッチボールすんの。わざわざ買ったのに ね、ドンキで買ったグローブ、うん、やりますよ。楽しそうな広場まで来たんですね。もう歩き疲れた。全然人いない。ね、お顔のグローブだ。かっこいいじゃん。プロって書いてある。プロ用。こんな、まだ硬いんだよ、やってないから全然。いっぱい落ちちゃう。うわ、怖いな、結構。目の周りが赤いのが怖いな。カニかな。うわ、カニだ、あいつ。これグソクムシでしょ。ダンゴムシ系。ダイオウグソクムシ。写真撮ってあげるよ。カニの上に座りなよ。はい。これ今日の動画のサムネ。食べよう。味噌汁作るんか。まあ、味噌汁っていうほど大層なものではないでござる。わかめ汁。キャベツ入れるんか。入れない。適当に。キャッチボールって疲れんだね。もう疲労がやばい。本当はキャッチボールした後さ、別のところ移動して、うん、お買い物とか考えてたっけ。だいぶ無理だったね。でもジム行ったけど。おー、すごい。今日だって腹筋した。もう眠いね。やっぱ、一
きこもってるやつらは体力がない。力が出ない。外という環境に慣れてない、うん、でも涼しくなってきたからさ、出かけるの楽しいね。そうね。紅葉見に行きたいんでしょうか。紅葉行きたいけどさ、もう宿が超埋まっててさ。ねえ、すごいね。みんないつ予約してんの。みんな紅葉好きなんだね、やっぱ、うん、去年去年1年前とかで撮ってそうだよ ね、 ね、有名なとこの口コミ見てたら、うんうん、なんか予約してたというより忘れてたって口コミあったよ。あ、もう早すぎて。そう、もう1年前ぐらいにやってて、まあ、そういえばそうだみたいな、行かなきゃみたいな。そう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 、完全に忘れてるらしいよ。そのレベルで紅葉見に行く人がいるわけだから。え、じゃあ来年の予約してみる。あ、確かに来年行けばいいのか。え、無理。そんな何が起きるか分かんないって思っちゃうね。本当だよね。なんか大きなさ、うん、出来事の最中かもしれないし、ね、したらキャンセルしなきゃいけない。しかもうちらマジで忘れそう。お金だけ引き落とされる。そう。うわ、味噌ってしょっぱくて美味しい。美味しいよね。最近はもうここで味噌汁作ってわかめなら可能だね。ホタテがな、解凍できれば食べたかったな。楽器を入れてきた。さっきじゃあ食べましょう、食べましょう。いただきます。うわ、あー薄いな、味ごめん。いや、全然こっち濃いよ。あ、バラバラだから。一人の趣味もいいけど、やっぱさ、二人でできるいい趣味も欲しいよね、うん、新しいやつ、家の外のやつ。一人の趣味は、うん、黙々とやる系だよね、うんうん、そうだね。二人の趣味は、いっぱい笑うから。そうだね、気分がいい。気分いいね。本当になんか休日感がある。うん、キューボールの上達ってあんの。疲れない。疲れなくなる。ほんと目に見える成果があるやつがいいね。本当はテニスもしたいんだよ。そうだよね。今日もいっぱいあったね、テニスコート、うん、テニスコート借りるのってね、面倒なんだよね。そう、面倒くさいんだよね。でも家に引きこもるより今日はいい日になったね。Thank you.